はい、今日で、占いをやめることにしました。っていうお知らせをブログで書いたんですけど、もう最近ちょっとですね、文字では伝わりにくいって、まあ自分も感じてますし、それから感じてるというか、文字は文字で結構大事なんですけど、それ以外に、まあ映像なり、音声なり、音声から見える、まあ字幕なりとかで、見れた方が、より分かりやすいということなので、じゃあまあそうしましょうっていう。まあ単純にそれだけなんで、まあ今動画を撮ってるんですけど、はい。まあ占いやめましたっていうのを、まあお知らせで、出しました。ここの、今日のブログのところにこの動画を載せているわけですけども、まあ、そうですね。私がこう、えっとですね、運勢占いっていう、運勢占いですね。運勢占いを、まあ、年に1回、募集かけて、で、その人たちには、まあ、ちょっとやめることにしましたっていうことでお伝えして、まあ、中を読んでくださってる人は、マジ、そんなことあるんですね。っていうか、そういうふうにするんですね。っていう感じで、お知らせになった。で、実は、新規の占いはもう受けないようにしてますけど、これまで、ご依頼いただいた方に関しては、まあ、依頼があれば受けますよっていうふうには返してます。これなんでそうしたかっていうと、まあ、愛がないよねっていう、まあ、ただそれだけなんですね。愛がないっていうのもまあ、何なんでしょうね。まあ、でも、なんて言うんでしょう。優しさがないというか、こう、今まで、この占いのジャンル、それから新たに立ち上げたカウンセリングのジャンルもそうなんですけど、幸せであってほしい。幸せであることに気がついてほしい。幸せを基準に判断すればいいっていう、そこに今行き着いてるんです。私自身が。この占いのことも、もうずっと前から、相談されたことは、まあもちろん占うんだけど、相談されたことそのものは、まあ実は大して重要じゃなくて、重要じゃないから、もっと根本的なところの相談をしてたんです。何が根本的なところかっていうと、それをすることであなたは幸せですかっていうところなんです。で、それも何でもそうです。相談、あのね、占いに関する相談だから、まあ家を建てるとか、引っ越しをするとか、結婚するとか、就職するとか、まあ、離婚するとか、まあ、いろいろあります。で、それをすることで、あなたは幸せですかっていう。幸せを感じれますか？幸せでいられますかっていう。それを、もう随分前から、多分、相談された方には、お答えしています。で、これ、占いの結果からずれることあるんですよね。例えば、まあ、ここのところはよくというか頻繁に書いてますけど、今日方位でも大丈夫だよって言うようになってます。で、これはまあ、結構最初の、この引っ越しの占いとかを提供し始めたってから数年ぐらい経ってからはもうなんか似たようなこと言ってるような気がします。理由は簡単で、実際大丈夫だからです。なぜ大丈夫か。悪いというもの以上に自分の幸せの方が強いからなんです。わからないかな？わからないかもしれないですね。自分の幸せの方が強いって一体何よって話ですけど、自分の幸せっていうのは、こうしたいとか、こうありたいとか、まあそうだな、引っ越しの場合だったら、そこに行きたいとか、そこに行くことで自分が望んでいることを形にしたいとか、まあ様々あるわけです。運気がいいとか、運がいいとかじゃなくて、望んでる。自分がそこで生き生きしている姿が見える。その選択は、すべての今日に上回ります。っていうのが分かってきた。なんもう自分がパワースポットみたいなもんで、その境地にある状態で物事を選択するんであれば。で、その境地っていうのは幸せという基準です。自分の中で満たされるという基準。それが、いろんな悪いものを上回るんです。で、それ引っ越しとかは運気とかじゃないですか。でも家とかってそうじゃないですよね。家とかはまあ火葬とか風水とかって言うんです。
で、その中にいろいろある。まあ、欠けがいいとか、張りが悪いとか、あ、欠けがいいは言わないな。欠けが悪いとか、張りも悪いとか。ね、玄関のどこにあるとどうのこうのとか。関係なかった。いや、うん、もう関係ないんですよ。何が関係ないのか。そうでありたいんだったら、それで幸せになる。一方で、きちんと幸せというものを自分の中で感じていたら、変なのは選ばない。変なもん作んない。なんていうの？この家を選ぶとき、ね、まあ新築でもいいし、あの、土地を選ぶのでも構わないんですけど、自分が幸せである、自分も幸せ、家族も幸せという選択肢を自分の中で感じながら、ものを選んでいくと、おかしなものを選ばないんです。おかしいと感じるから。ただそこで、さあここが厄介なんです。そこで、家賃が安いともいいや。家賃が安いとか、売買代金が安いとか、お得とか、ね、その、環境的な要因、まあ、社会的な要因で、メリットが多いときに、自分の中ではこれはちょっとやめた方がいいなって思って、やめた方がいいまでいかなくても、うーんって思ってる中で、それが出てくると、まあでも自分が我慢すればいいかな、みたいな。それぐらいだったら我慢すればいいかな、みたいな。のをやると、大体ダメ。で、これ、挽回するにはどうしたらいいかっていうと、これまた、そんなに難しくなくて、自分の中で、まあ、違和感を感じた分を、一つずつ変えていく。嫌だなと思ってたところを、あ、なんかこれこんなのあんまり好きじゃないなってなったんだったら好きな形にしていくんです。まあ、わかりやすい例で言うとドアぶち破るとか。いや、もしドアがそう、ドアの話だったらですよ。あるものに対して、こうちょっと違和感を感じているんであれば、どういうふうにすれば自分は、いいだろうか。こう、安心できるだろうかとか、気持ちよく過ごせるだろうかっていうところを掘り下げていくんです。で、そうすることで、変わっていく。でもまあ、土地とかは動かせないじゃないですか。だから動かせないものに関して最初に違和感を感じちゃうと、もう本当、その置かれてる状況から良くしていくっていうのは、相当自分の中を掘り下げていかないと、あるいは、そこにこだわらないで、他のところで自分は、の幸せを高めていかないと、影響を受けやすいのはある。けど、結局、占いがいいとか悪いとかって、まあ、あんまり実は関係なくて。占いがいいということで、自分の中でいいというものを感じられる状態にあるから良くなっていくっていうのが、まあ、本当のところですね。で、そういうことをやってきたから、で、そういうことに気がついてきたので、ああ、これは変に枠組みをする、つけるよりも、もう枠組み取っ払った方が、もう届きやすい。言葉がわかりやすくなるし、本質が見えやすくなる。引っ越し、いい引っ越しをすることがいいではなくて、自分が幸せになる、幸せを感じれる引っ越しがいいです。もう、ほんとそれだけ。この人と結婚していいんだろうかっていう、その結婚の相談とかもよくある話です。で、占いで相性がいい悪いと全然関係ないです。相性が良かろうが悪かろうが別に正直どうでもいい。けど、その人を好きでいられる、好きだと感じる自分の気持ちがある。だったら、そこから始めればいいです。悩むのは、もういろんな要因がそこにあるからなんです。ね。酒癖が悪いとか、お金にだらしがないとか、まあね、そういう要因。けど、それらはもう、いわゆるさっきから言ってる社会的な要因です。自分以外の要因。だから自分の中で、まず大事なことを押さえて、この人が自分はいいと思うっていうんであれば、もうそれだけでまずいい。じゃあ、その上で、そういう、こう、まあ、癖というか、あまり、いいとは言えないような状態をどうやって改善していくかなんです。それはもう殴りっこになるかもしれませんし、ちょっと距離を置いて、もう完全に分断するみたいな感じになるかもしれないけど。でも、
根っこに好きだというものがあるんであれば、それがきちんと幸せにつなげていってくれるです。そういうことが分かってきたので、もう占いはいいなってなったんですね。占いよりももっともっと深めていけるから。変にこうしたらいい、ああしたらいいというよりも、その人が悩んだ時に、悩みそのものに手を入れて、で、その奥に隠れてる、こうしたいっていう思いを拾い上げていって、実感してもらって、ああ、こうすればよかったんだっていうのを自分の中で、再確認して、それをその目で今自分の身の回りを見てもらって、どうしたらいいかっていうのを判断してもらう。もうそうすれば勝手に変わっていきます。で、なかなかブレなくなります。まあね、自分の気持ちが分かりにくくなるというのはまああると思うので、それはその都度その都度ね、やり取りをして確認していくというのはあったとしても、あなたはあなた次第。あなた次第違うな。あなたにはあなたの中に幸せがきちんとあって、それを感じて、それを基準に動けばいい。判断していけばいいっていうのを学んでいくことができれば、本当今、幸せになっていける。そういう思いがあって、占いをやめることにしました。でも、そういう手法もあるんだなと思っていただけたらいいなと思います。何を求めたらいいのか。そこが分かることが今、最も大事だと思っています。まあ、引き続き、まあ、占いというところから離れますけども、もし関心があるようであれば、誰にとっても必要なものだと思うので、よろしくお願いします。以上です。